未経験で転職活動をしております。プログラミングスキルは簡単な iPhone アプリを2つリリースしただけで皆無です。こういった条件の場合、アルバイトでもいいので自社開発をしている会社に潜り込むべきでしょうか。質問答えいきましょうか。はい、はい、私はこう答えました。そんなに入社するの難しいかな。社員数名の会社とか山ほどあって猫の手も借りたいみたいな会社多いと思いますよ。うんうんうん、ちっちゃい会社みんな入りたがらない。ちょっと変わった人しかいないかもしれない。あ、でもラクーンはちっちゃい頃に入ったんですか。そうですね、十数人ぐらいの時でしたね。あ、でも十数人の時に入る人ってあんまりいないですよね。はい、あ、でもやっぱり、うん、なんかその後と比べると人の種類が少し違うかなっていう感じがしますね。別にね、ちっちゃい会社でもいいわけじゃない。はい、でもこれ多分ね、結構でかい会社を考えてるんだよね。もう5人とか10人ぐらいの会社だと猫の手も借りたいってなってるから成長してる会社だとね、頑張って採用活動してるんだけど人採用できませんみたいな。この人はもう本当ちっちゃい会社に入れば絶対入れますよって話ですね。そうですね、それは絶対喜んで、ね、iPhone アプリ2つリリースしてるだけでも採用みたいなね。だからちっちゃい会社に入れば、ちっちゃい会社がいいんじゃないですか、ね、いいと思いますね。はい、はい、辞めるときにもう自分でじゃなく頼んで、うん、業者に頼んで LINE とかで言ってもらう。意味が分かんない、うん、どうしてですか。いや、自分でやればいいじゃん。、うん、もう意味分かんない。やっぱ5万円でなんか煩わしさなしに辞められるんだったら結構コスパいいなって思うんですけど、うん、そんな感じなの。うん、もう面倒くさい、うん、ごたごたするのが。なんかもう5万円で電話してくれるんだったらすごい割に合うなって思っちゃいますね。へえ、別になんか何も言わなくてもいいじゃん。何も、あ、飛んじゃってもいいってことですね。うん、何も言わずに辞めちゃっていいってことですよね。うん、バクれればいいと。同僚とかに俺辞めるんで伝えといてっつって、あと連絡先全部バチッてブロックして、うん、消えればいいじゃん。バイトなんて、うん、何の連絡もせずに行かなくなったって何の問題もないよ。うん、ですよね、慣れてましない手もね。あ、確かにね、あ、飛んだバイトが、うん、でもなんかそれで行っちゃって、うん、またなんかその上司みたいな人がちょっと怖くて、うん、なんかやめんなよお前みたいな感じで恫喝されるみたいな、うんうん、バカなんじゃねえかっていう。3万円も払って、うん、アホだね。いや、だから代行サービスなんか別に使わなくていいと思うんですけどね。あなたのことなんかどうやっていいんだみんな会社だって。ただの歯車なんだから、うん、確かにね、うん、みんな真面目すぎるんですね。そう、うん、ただの歯車なんだから。そうですよね、歯車なんだもんね。そもそも一つのレールをだいたいみんな同じ列車に乗っていろんなところに行きますっていう話だし、それに特化した人材を育成するための教育システムにずっと乗っかってるわけじゃない、ほとんど全ての人たちが乗っかってる。ってなると それ以外のことっていうのはないことになっているので、列車から降りられないから。なるほど。降りられない、別に降りれるんだけど、本当は降りれるんだけど降りられないから、もうずっと乗ってるからね、言い換えるとね。私降りるの怖いですしね。そう、窓からたまになんか魅力的な景色が見えてくるんだけど、うん、やっぱり一瞬だしね。確かに、駅に止まったと思って、うん、ああなんか美味しそうなお弁当ある、ああだけど停車時間3分しかない、どうしようね。それでだって、ね、そのまま降りてさ、うん、列車から降りればいいのにね。うん、でももう列車行っちゃって二度と列車来なかったらどうしようと思っちゃうんでしょうね、きっと。うん、かもしれないし、ね、降りた先の世界を知らないからね。ってなるとその列車が自分に合ってなかったら最悪だよね。うんうん、だけどほとんどの人たちは多分合ってないんだよね。なるほど。完全には、うん、もちろんこれとこれとこれとこれを諦めたら、うん、その列車に乗れるんだけど、まあ実際乗ってんだけど、うん、なるほど。その中にもすごいルールがあって、うん、いろんなルールがもちろんあるわけですよ、集団生活だから、うん、だからそれから降りることはできないよねっていう、うんうんうん、でもね、必ず関門があって、うん、この関門を、ね、抜けられないとこの列車から降りてもらいますとか言われちゃったりとかして、うん、どうすんのみたいな感じになってるから、ね、うんうん、そうなんです。なるほど。ただそういうふうにするのが最適解だった時代が、うん、まあこれまであったわけですよね、ずっと、はい、長い間、うん、工業化社会ってのはそういうもので、うん、でそこじゃなくなってるんで、うん、実はテクノロジーが、その技術革新が起きて
かあのそうしなくても良くなってるんですね、はい、技術的には、うん、だけど社会制度とか気持ちがそれに追いついてないので、うん、みんなそこにチェンジできてないっていうのが今なんですよ、ね、なるほど、うん、なるほど。だから従来はなかったんだと思うんですよ、大変だったと思うんですよ、うんうんうん、今までのこう社会規範とかこう道徳とか、うん、そういうものに従うと見つけるのは非常に大変でしょうっていう答えになると思うんですけど、うんうん、今は情報も溢れてるし、うん、だから、うんうんうん、見つけようと思ったらいくらでも見つかるよと。そうなんですよ、まず自分が何をしたいか確かにわからなかった、うん、ただ現状には不満だった、うん、だからすごい大変だった。なるほど。もっと言うとその前に偶然教えてもらった。なるほどね。それはラッキーだった、うんうんうん、でも意外とそういう偶然というのはさっきの電車から見る窓の景色みたいなものであるんですよ、はい、たまに。たまに3ヶ月後に退職する旨を伝えたら激怒されて、もう少し残ってほしいと引き止められています。うまく辞めるコツはありますかという質問に対して堀江さんの回答、うん、切れるの最高です。別に辞めりゃいいじゃん。あの基本引き止めても無駄なのも分かってる。惜しいけど辞めさせた方が会社のためにはなる。経営者としてもまあ飽きるよね、同じ仕事ずっとしてたら。まあその気持ちも分かるよ。まあだから今はほら副業 OK とかにすりゃいいじゃん。うん、まあ就職もそうですよね。うん、まあいろいろ、それこそインターンとかしてみたところで。わかんないですよね。わかんないですよね。